吉田さん、借金6000万ですか。いや、さすがにね、手取り14万の人のテーマとは大きく外れますけども、借金6000万あったらこれはね、なかなか帰らないと思いますよ。というのがね、なんでこういうことを言うかっていうと、借金6000万っていきなりはできないんですよ。借金100万の時代があって、1000万を突破して3000万になり、5000万になり、そして現在6000万って形で、その途中で何回も何回も何とかする機会ってあったと思うんですよ。さすがにね、6000万になっていきなり持ってこられても、いや、ちょっと待てよって話になります。6000万挽回するのはなかなかの並大抵のことじゃないよと。そしていろんな材料が必要だよと。その力量があって6000万の借金なら別ですけども、そうやってじわじわと増えたね、6000万なんだったら、なかなか一発で返せないよってことを最初に覚悟してもらわないといけないですよね。特に金利がおそらく80万から100万ぐらいの設定になってると思うんですよ、これは。いや、毎月100万ぐらいになってんじゃないですか、これ。まあ、わかんないですけどもね、どういう金利体系なのかっていうのは本当人それぞれなんで。いや、でもね、6000万になると、ちょっとね、一筋縄ではいかないです。ただし、私は20億円の借金を抱えた山口会長が身近におりますんでね、どうってことないとも言えます。ただ、山口会長は、不動産とかを扱ったりすることもあるんですよ。まあ、誰も不動産扱いますけどね。でもね、いや、不動産で一発当ててやろうって気持ちがなければ何ともならないと思いますよ。借金6000万あるんですけども、情報所得税は何とかなりますかっていうと、何とかなりますけどもね、6000万も。でもまあ数年かかるんじゃないですか。それにしても20年30年かかる話じゃないんで、すごい速度で返せると思いますけども、ちょっと相談に行くところがいまいち違うような気がしますよね、6000万ともなると。それこそ山口会長にくっついてね、年間で1億円ぐらいの返済ができる人ですからね、そういう風にやっていけばいいような気もしますけども、どうですかね。だから手取り14万の人っていうのも今回テーマでいろいろやり取りしますけども、手取り14万に落ち着くまでにいろんな方向性があったと思うんですよ。例えば中学高校の時に進路を決める時にね、すでにこのまま行ったら手取り14万になるかもしれないなってことはやっぱり勉強しておかなくちゃいけないですよね。どのコースならどのぐらいのアッパーとかね、狙えるのかね。営業職だったら結構天井知らずの売り上げ取れると思うんですよ。しかも営業職でうまくいったらどの業種でも営業ができるってね、利点はあります。でも事務職入っちゃったら、多分その中間部門での得られる収入ってのは本当にね、14万とか15万とかになると思いますよ。でしかも他の業種に行くと、その事務職ってのは通用しないことが多いです。というのは会社ごとのスキームによって事務職っていうのは採用しますから、別の業種に行くと全くやってることが違うとか段取りが違うとかね、そういうことも起きてくるわけですよ。だからそういうふうな、どのレールに乗ったら、どの乗り物に乗ったら、どのぐらいの速度でどんな景色が見れて、どんな快適さがあって、どんなリターンがあるのか、そしてその乗り物に乗るためにはどのぐらいのね、自己投資が必要なのか、資金ですとか、それから頑張りとかの面でね、時間的なものもそうでしょう。だから基本的には大学を卒業するっていうところに行くと、まあ最もね、選択肢の広い乗り物に乗れるかなと思いますけども、だからといって安泰でも何でもないんですよ。そっからさらに大学を出たやつ同士の勝負が始まりますからね。だからそこでも勝たないといけないんで、いつまで経っても椅子取りゲームは続くってことになります。まあでもね、手取り14万の方には申し訳ないけども、そういう方が集まったところで、じゃあ月収100万の思考やプロセスが生まれるかって生まれないでしょ。だからやっぱりね、月収14万同士で集まると本当にね、そのまま行っちゃうんですよ。でもそこに幸せもあるんですよ。手取り14万の人は節約方法とかお金のかかんない楽しみを知ってますから、やっぱりね、私もお金がない時代にこの小博打をやらせてもらったんですよ。博打を10円とか20円かけても面白いんですよ。で、今日は300円買ったとかね、200円損したみたいな形でも面白いし、それなりにダメージなんですよね。だから熱中できるんですけども、でもやっぱりその博打を何回繰り返してもそこに集まるのは手取り14万の人たちなんですよ。だからやっぱカジノってところに行ってみると、やっぱ一晩で10万前後使っちゃったりする人がバラバラいますんでね。そうすると余剰資金が一晩10万っていうと、やっぱり所得がね、月収で200万300万みたいな形の人ばっかりになるんですよ。そうなると何で稼いでるんですかっていうふうになるじゃないですか。そしたら手取り14万じゃなくて手取り100万とか200万の仕事についてる人ばかりなんで、そういった会話しかないんですよ。この仕事は月に50万ぐらいで安いけども、でも単純だよとかね、この仕事はちょっとリスクあるけども月収は1000万ぐらいだよって、
選択肢が全然違うんですよ。もちろんそういう方はハローワークとかね、なんか就職情報誌とかで探せるような仕事ではありませんから、完全に口コミですよ。オフラインでの話になります。インターネット上にもそういった窓口はほとんどないと思います。ですんで街に出かけて行って金遣いが荒いところに行くと金入りの荒いところにも出会えるってことなんですよね。でも手取り14万だとそういうところに行けないでしょ、まずね。カジノで一晩10万みたいな勝負できないじゃないですか。しかもそれを繰り返すことによって信頼が生まれて、じゃあ仕事をやってみるみたいな話になりますから、なかなかですよね、なかなか。あ、ちなみにね、Chromebook 2万円のことをね、ニヤニヤと笑っていましたけども、吉谷さんね、私は本当に笑いが込み上げたのは、あの時はね、パソコンさえあればと思ってたんですよ。パソコンさえあれば俺は一気に稼げるような人間になるんだと思ってて、実際そうなったでしょ。だからあれはね、完全にイメージできてましたね。Chromebook を買うことによって自分の力は100倍ぐらいになるぞと。そうしたら月収1万だった自分の副業が月収100万になるんじゃないかなというふうに考えたんで、どうしても Chromebook が欲しかったんですよ。でメルカリで1万4000円、2万円じゃないですよ、1万4000円で買って、それを駆使してね、稼ぎ続けました。今でもそれは記念品として私持ってるんですよ。でもね、今あれを使って稼げって言われたらもう嫌ですね。10万円でも稼げないですよ。私自分でよく思うんですよ。こんなんでよくやったなと。でもあの頃はあの1万4000の中古のクロームブックがもうね、光り輝くね、ジャンボジェットに見えましたね。これに乗ったら世界中どこでも行けると思ったんですよ。それは笑い込み上げるでしょ、ね、当時は吉谷さんが笑っていたかもしれませんけども、今は私が笑ってますよ、ね、クロームブックでもちゃんと稼げるってことです。しかもあの時代のいろんな全体的なインターネットの環境があの時代だった時ですよ。今より8年前の環境ですよ。で Wi-Fi なんてバンバン飛んでないですからね。しかも電波の状態も良くない。そんな中で、まあ、YouTube 作ってアップロード、サイトを作ってアップロードみたいな感じで更新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 ね、すごいと思いますよ。マウスもないのにこうやってトラックパッドで、思い出すなと思いましたね。だからあの時にまあ、ちょっと稼いだ時に Mac も買ったんですけども、いや Mac より断然 Chromebook だなと思いましたよ。この価値観ですよ。 Mac 使いにくいな、 Chromebook いいな、稼いでるなみたいな感じですよね。だからこのぐらいね、私感覚が違うんですよね。それからやっぱり月収100万をイメージするって言いますけども、月収100万は確かにイメージできないんですけども、なんとなくこうなんじゃないかなぐらいのことを思えば十分なんじゃないですかね。だって私も3年間で1億円稼ぐことは経験なかったですけども、なんかそのイメージはできましたからね、うん、恋愛にしてもそうですけども、結婚生活とかっていうのは、結婚相手っていうのはイメージできませんでしたけども、でもね、目の前にいろんな女性が現れて、その中のたった一人、あ、この子と結婚しようと思ったわけなんですよ。そしたらしたんですよ。もう私がね、もう決めてこの人と結婚して、もう自分の思ったような家庭を作っていくんだと思って、それを実現させるための第一歩としては、僕と結婚しませんかっていうことですよね。それ言わないと始まらないじゃないですか。でそれを言うためには、やっぱり金銭的な裏付けもないといけないんで、稼ごうと思うわけなんですよ。で全ての遊びをやめて出勤をストップして、綺麗なぐらいにストップしましたからね。私の活動が質素になったら全部の出費が止まったわけですよ。こんな簡単なんかと思いましたね。その後稼げば稼ぐほど私の返済はバッカンバッカン進んでいったんでね、いやこれは数年したら全部買えるぞと、うん、そして借金を返したその力をそのまんま資産構築に当てていったら、すごい速度で金貯まるぞと思ったんですよ。そしてそれがそうなったんですよね。当然ですけども、私ね、そんな年収何千万とか経験ない時代にそれを思ってそういう風にしたわけですよね。だからイメージできなかったからといって必ずしもそれができないことではないですし、もはやね、イメージしなくったってね、吉田さんも言ってますけど、イメージしなくったってちゃんと自分の思い描いた未来を手に入れる力はあるんですよ。だからそれをね、入り口で自分が否定してしまってたら、最初の一歩なんてのは絶対踏み出せませんから、そこでゲームセットになるわけですよね。それは本当に思いますよ。もううまくいかないだろうっていう風な未来を想定した、そればかりはね、うまく その通りになるんですよ、うん、どうせ俺なんか告白してもダメだろうと思ったら告白しないじゃないですか。そしたら恋愛に発展するわけないんですよ。そのうちに他の人が、ちょっと前向きなやつがね、ちょっと第一歩勇気を出して当たって砕けろだって言ったらね、女の人は順番待ちしてるわけですから、誰も来なければ誰か来てる人で、まあとりあえずこの人でいいかって思うわけなんですよ。別に軽く思うわけじゃないんですよ。
女の人はとりあえず付き合ってみて、生理的に無理じゃなかったらこの人を理解していこうっていうふうな働きがあるわけですよ。しかも自分の年齢にリミットがあるってことはね、やっぱ知ってますからね。そう考えていくと、ちょっと恋愛の話になりますけども、自分好みの女の子がいたら躊躇せずにアタックですよ。で、振られたら次行くんですよ、似たような女の子がいくらでもいるんでね、こう言ったら申し訳ないですけども、はっきり言ってそうなんですよ。振られてしまった女の子に似たような人は全然もうこの世の中にいないよって、あの子に一人振られたらもうあとは恋愛いらないっていう風な見識だからうまくいかないんですよね。それは出会いが少ないと、この女の子みたいな人はその人しかいないになりますけども、出会いをずっと増やしていったらね、あ、割といるじゃんみたいな感じになります。もちろんディテールは違いますよ。ディテールは違うけども、ディテールに行き着くまでに振られてるから大体同じなんですよ、ね、だからこう第一層第二層っていう風な深さがあるんですけども、人間にはまず最初の第一層っていう表面のところはみんな一緒ぐらいなんですよ。単純に言うと女性っていうくくりですよ、最初は。次は年齢的に20代とか30代っていうくくりに限定するわけじゃないですか。だん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 深くなっていって、細かい性格はこれでとかね、趣味嗜好はこうでとか、金銭的な感覚はこうでっていうふうに、ディテールのことは付き合っていって掘り返していかないと分かんないんですよ。でもそこまで違いが分かるところまで行ってないわけなんですよね。最初乱暴なんですけども、大体一緒なんですよ。最初はみんな一緒、ね、付き合っていくうちに仲が惚れてくるから、あ、独特だな、こういうところもあるんだなって分かってくるんですよ。だからね、 A さん B さんっていう女性を一緒にするなって言いますけども、深い付き合いをしてれば違うところが見えてくるんで、別々の人だって分かりますよ。でも確かに A さんと B さんは違うんだけども、付き合いが浅かったら分かんないじゃないですか。ほぼ一緒に見えるわけですよ。それは勇気を持ってね、そう考えた方が恋愛は進むと思いますよね。しかも人の性格とか内面っていうのは変わっていきますんでね。じゃあ今日こういう性格だったからずっとそうなのかなとかね、今日あなたのことタイプじゃないのよって言われたから永遠に自分みたいな人間がタイプじゃないのかって言ったら違いますからね。何かのきっかけで自分の好みが変わるってことはあるわけですよ。何かのきっかけで見た目よりも中身っていうふうに女性が変わっていったりね、まずは経済的な地盤が大切と思ってね、年収600万円以上の人じゃないと無理って言ってた人がだんだん自分の経験とか年齢を重ねることによって、300万でも自分が200万稼いだら500万だから概ねやっていけるよねって発想になってくる人もいるわけなんですよ。だから今日振られても明日はまた別の結果が待ってますので、同じ人にねアプローチしていくのも一つの手ですし、同じ人にアプローチし続けることによって人の気持ちを動かすこともできるわけですよ。男の一念岩をも砕くって言いますけども、ビジネスもやっぱり同じようにね、一回ダメでも同じことをずっと繰り返すと、なんかね、売り上げが生まれる瞬間ってあるんですよね。吉谷さんね、吉谷さんがね、一発目の LINE かなんかでバーンとセールスかけて、やべえ、今月一件も上がってこないっていう時に、プロモーションを変えて一気にね、違う角度からのセールス動画ボーンと送ったら売り上げが上がったみたいなことあると思うんですよ。それは同じ商品を売るために切り口を変えていったことによって、この角度だったら売れるのかみたいなポイントを掴んだってことだと思うんですよ。恋愛にしてもビジネスにしても、同じものを売るにしてもね、同じリストに対して売るにしても、違うセールスの方法が無数に考えられる、情報商売なら。だから大きなお金が稼いでいくチャンスは全然消えないんですよ。同じリストに対して同じ商品を違う手法で売るってことができるっていうのがミソですよね。だから私常々言うんですけども、商品力は鍛えてますかと、商品がいろんなものがありますかとかね、いろんなレベルのもの、いろんな種類のものがありますか、いろんなプライスのものがありますか、それを作れますかってことなんですよ。大々的にはドリアカボン120万、速稼塾ボン30万でいいんですけども、見えてない商品とか、まだ想定してない商品が無数に作れる。例えばね、じゃあ1000円の商品作ってくださいって言ったら今日中に作れるでしょ、私たちはね。どうですか、動画見てる方、1000円の商品作ってくださいって作れますか。じゃあ10万の商品作ってくださいって言ったら作れます。私も今日中に作れますよ。吉谷さんもそうですよ。100万円の商品作ってくださいって言ったら今日中に作れますか。作れます。私もね、吉谷さんも作れます、小野沢さんも作れます、ね、これが商品力の差ですよ。で、集客力の差っていうのはどこで決まるかっていうと、発信の量ですよね。基本的には発信の質っていう言い方もありますけども、質は基本的に普通の人と同じなんで、発信の量をね増やしていくことによって集客力っていうのは上がってきます。一つにはこれほど発信してる人の言いたいことは何なんだろうっていうふうにだんだん人の気持ちが溶けてくるんで、最初は無視してた人もたまに見てくれるんですよね。そういうふうになっていくんですよ。あとね、 YouTube の動画でしたら、YouTube の動画見飽きたな、ずっと出てくるこの吉谷って人は何なんだろうな、久保って人は何なんだろうなと思ってクリックする瞬間がいつか現れるんですよ。でも動画の量が少なかったらそういうふうに思われないでしょ。他の動画と同じように消えていく動画の一つになっちゃうんですよ。でもね、3年前にも見かけた吉谷っていう人が今日も出てるよと思ったらどうですかね。なんでこんなに続くのと、
何で稼いでるの、どうやってここまでしつこく発信できるの、暇なのっていうふうに興味持ってくるんですよね。動画をクリックしてないのに興味持ってくるんですよ。そういうポイントがあられるので継続が大事。それがだから集客力というものにつながってきますよね。そしてセールス力、ね、販売力なんですけども、今3つの要素を言いましたよね。商品力、集客力、販売力です。この3つをつければビジネスはいかにもうまくいく、6000万なんて返せるって話なんですけども、じゃあ販売力は何かっていうと、先ほど話したようにまずは今回はこんな商品をセールスしますと、そして特徴はこうですよっていうのか、価格が今ね半額になってますよ、どうですか、その半額の商品はこれですっていうふうに価格ありきで商品の内容を後から言うのかとかね、それから、今不景気ですよね、感染症が流行って接触頻度がすごく減ってきてますよね、だからこれでいきましょうみたいな感じで世の中の情勢に合わせたセールスを持ってくるのかとかね、いろいろパターンあるじゃないですか。だからこれが販売力なんですよ。この3つを学ぶことによっていかようにも売り上げが作れるし、何が誰に必要とされているかをこちら発信することによって確かめることができるんですよね。そして自分が今まで売ってきたものの中でどんな傾向のものが自分の顔と声だったら売れやすいのか、リピートが起こせるのかってことを自分の行動のデータから拾っていけるんですよ。それはどんなビジネスの専門書を見ても書いてないことです、ね、ビジネスの専門書とか有名なライターさんが書いたものっていうのはその人の見解であって私たちの見解ではないんですよね。だから商売をする当事者がこんなことでうまくいきましたってものを真似ても、この当事者じゃない私たちがやったところでうまくいく可能性は非常に低いんですよ。だから私たちは基本を真似るんですよ。基本は真似るんですけども、ディテール、細かいところとか2層目3層目とかって深くいけばいくほど自分の内側を掘り込んでいかないと何にもできないってことになるんですよ。だからこれができるかどうかっていうのが月収14万とね、借金6000万と年収が2000万3000万の人との大きな違いです、ね。まあ、今までいろいろ話しましたけども、なんかためになりましたかね、これでね。吉谷さんに返信するつもりで、そうじゃないその他大勢の方に語りかけています。これは今回ね、例えば月収14万とか借金5、6000万抱えてる人に分かりやすいメッセージになったんじゃないかなと思いますけどね。で、私自身借金は3000万以上ありました。30代で本当に丁寧にね、商売を毎日やりながら3000万以上の借金を作ったっていうのが私の30代の10年の勲章です。で、それとは全く逆に40代では稼ぎ続ける40代になりました。くるっと変わったわけですよね。20代では基本的に私はサラリーマンだったんで、稼ぐというよりもお金をもらう人生でした、ね、ヘマをしなければもらえるお金、それが給料ですから、挑戦もしないでもヘマもしない、それでまあ給料はもらえるってことなんですよ。なんとも小さい話ですよね、そこはね。でも自分の力量で自分の勝負をすると、報われない時とか自分が至らない時はもろマイナス食らいます。でもやっぱりね、転んでばかりじゃいられないんですよ。ただで転んでるわけじゃないんですよ、ね、30代で転びまくったことが40代でくるっとね、ジョーカーのように裏返ったわけですよね。で、裏返ったらあとはずっと裏返、さらに裏返らないように用心してればいいわけなんですよ。足元をすくわれないようにちゃんと日々のことをこなしていけば、そのマイナスからゼロに来た力でゼロから大きなプラスに行くってことができます、そのままね。一回つけた力っていうのはなかなか落ちませんから、だから時代を見合わなければ、そして強いてはことを子孫汁をしなければね、自分の売り上げは着実に積み上がっていって自分の人生を助けてくれるものになると思うんですよね。というところでございますけども、いかがだったでしょうか。参考になれば幸いです。それではいってらっしゃい。